今日はスペアリブを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、スペアリブを作っていきたいと思います。以前で私のチャンネルでもね、ママレードジャムを使った簡単スペアリブレシピをご紹介したんですが、今回はですね、ジャムを使わずにベーシックな材料で作れるレシピをご紹介していきます。こちらですね、お肉を軽く焼いてあとは煮込むだけなのですごく簡単です。作り方にところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。スペアリブ、赤ワイン、ニンニク、ローリエ、お醤油、ケチャップ、ウスターソース、蜂蜜、だしの素、マジックソルト、オリーブオイル、お水。今回はこちらの材料で作っていきます。まずスペアリブですね、こちら本数で言うと今5本ですね。グラムで言うと約 500g になります。こちらは目安にしてみてください。そして今回はですね、赤ワインを使って一緒に煮込んでいきます。赤ワインを使うとですね、味わいにコクが出て、さらにお肉もとても柔らかい仕上がりになります。そしてあとはポイントは蜂蜜ですね。蜂蜜を加えると蜂蜜のコクが加わって、とても味わい深いスペアリブに仕上がります。もし蜂蜜がダメな場合はこちらはお砂糖で代用してください。そしてあとはこちらマジックソルトですね。スパイスとハーブが入ったお塩になります。こちらね、100円ちょっとぐらいで売ってるので、ぜひチェックしてみてください。ただね、もしこういったねマジックソルトなどが用意できない場合は、こちらは塩コショウで代用してください。ということで早速作っていきたいと思います。それではね、早速作っていきます。まずですね、お肉なんですが、こちらお肉のここに骨があると思うんですが、この骨の横ですね、ここにちょっとね切れ込みを入れておいてください。そうするとお肉も柔らかく仕上がって、かつですね、食べた時に食べやすくなります。味のね浸透も良くなるので、ちょっとで大丈夫です。少し切れ込みを入れておきましょう。はい、OK です。そうしましたらここにねマジックソルトを振りかけて下味をつけましょう。ちょっとねこのハーブの香りが加わるとお店のようなね仕上がりになります。こんな感じで結構しっかりめにね下味をつけてください。お肉の準備はこれで OK です。このまま下味をつけておいてください。それでは続いてニンニクですね、こちらはまず半分に切ります。そしてニンニクの芽をね取り除いてください。これはえぐみの原因だったり、あとは焦げやすい部分になるので、必ずね取り除きましょう。はい、そしたらですね、だいたい5ミリ幅ぐらいでスライスします。まあ、ザクッと切っていただければ OK です。ニンニクはこれで OK です。このように切っておいてください。それでは続いて調味料をね合わせておきます。まずここにケチャップ、そしてウスターソース、あとは蜂蜜、そしてお醤油、あとはだしの素を加えます。これで一度よく混ぜましょう。調味料はねこのように合わせておくことで味ムラを防ぐことができます。蜂蜜の塊がないようにねきちんと混ぜてください。味付け調味料の準備はこれで OK です。それではフライパンまたは鍋を用意してください。ここにまずオリーブオイルです。そしてニンニクを入れましょう。ニンニクを加えたら火にかけてください。火加減は中火です。このまま一度ね、ニンニクの香りが出てくるまで加熱しましょう。ニンニクがこのようにちょっとじゅわじゅわとして香りが出てきたら OK です。そしたらお肉を並べていきましょう。この骨が上になるように、まずこの骨の反対側から焼いていきます。火傷しないように注意してください。はい、これでお肉全体にまずね焼き色をつけていきます。そうすることで形も崩れにくくなって、かつお肉の旨味を閉じ込めることができます。この時ねちょっと油跳ねするので、火傷だけにはね注意してください。はい、で焼き色がついたらこのように回して全体に焼き色をつけていきます。
もしね火加減強かった時はね、火加減は調整していただいて大丈夫です。ニンニクも焦げそうになったらこのようにお肉の上にね移動させてあげてください。また裏返します。全体にね焼き色がつきました。今トータルでだいたいね4分ほど焼いた状態です。そしたらまずここにお水を入れます。続いて赤ワインも加えます。そして先ほど混ぜておいた調味料もね回しかけてください。あとはねローリエも入れましょう。そして一度ね全体をこのようになじませます。このままね一度沸騰させてください。はい、でこのようにクツクツ沸騰してきたらアクをねまず取り除きます。はい、でそして表面にね少しこのね汁をかけてください。はい、 OK です。そしたら火加減弱火にします。そしてここに落とし蓋をしてください。こういったね落とし蓋がないときはクッキングシートを丸くくり抜いて中心部分に穴を開けて落とし蓋代わりにしてください。それではこのままですね20分煮込んでいきます。それではね煮込んでいる間にこちら分量外なんですが付け合わせのねじゃがいもを作っていきます。まあ、こちらね焼くだけなので簡単です。まずじゃがいも品種はお好みのもので OK です。今回ね男爵芋を使っていきます。こちらを食べやすい大きさにね切ってください。今回皮ごとね使用していきます。このぐらいかな、こんな感じで切ります。そしたらねボウルにお水を張ってで、そしてじゃがいもを入れます。このままだいたい5分ほど水にさらしてください。はい、5分経ちました。そしたらね一度水を切ります。水を切ったらここにふわっとラップをして、そして1箇所空気の出入り口を作ってください。そしてこのまま電子レンジ600ワットで3分加熱します。はい、3分加熱しました。そしたらやけどしないようにラップを外します。これでようじを刺してスッとようじが通れば OK です。そしたらね今からこちらを焼いていきます。それではフライパンを用意してください。ここにオリーブオイルです。そして火にかけましょう。火加減は中火です。一度ねオリーブオイルをフライパン全体に広げてください。30秒ほど温めたらじゃがいもを焼いていきます。もう火は通ってるのでね焼き色をつけるイメージで OK です。これでね火加減中火から強めの中火ぐらいで焼き色をつけましょう。じゃがいもにもね少しこのマジックソルトを振りかけてください。これで焼いていきます。はい、で焼き色がついたらまたねパタッと焼き色がついてない面を下にしてください。全体に焼き色をつけていきます。そうするとねカリッとしてねとても美味しい仕上がりになります。はい、そしたらね皮の部分もねちょっと焼き色をつけましょう。はい、 OK です。付け合わせのじゃがいもはねこんな感じで焼いて作ってみてください。はい、今ね20分経ちました。先ほど蓋してなかったんですが落とし蓋をして、そしてさらに蓋をして煮込むようにしてください。そしたら蓋外します。今ねこんな感じに仕上がってます。落とし蓋を取りましょう。よいしょ、すごくね美味しそうな感じに煮込まれてます。そしたら一度ねお肉逆にしましょう。よいしょ、わー美味しそうですね。今度は火加減中火にします。そしてこのまま煮詰めていきましょう。煮詰めてる最中なんですがこのように時折ねお肉は乾かないようにこの煮汁を上にかけながらね加熱してください。でねこうやってねかけるのがちょっと面倒だなっていう時はこのようにお鍋を振っていただくとね上にもかかってくるのでこんな感じでねやっていただいても大丈夫です。このねタレにねちょっととろみがついてくるまでね煮込んでください。はい、今ね3分ちょっと煮詰めました。このようにタレにとろみがついてお肉にとどまるぐらいですね、このぐらい煮詰まれば OK です。そしたら火を止めます。このようにとってもテリテリで美味しそうな仕上がりになってます。それではねお皿に盛り付けたいと思います。
はい、これでスペアリブの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね、しっかりタレも絡んで美味しそうな仕上がりになってます。はい、お肉はね、このようにとてもジューシーで柔らかい仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。わあ、すっごい柔らかいですね。ではいただきます。お肉が柔らかくてすごく美味しいです。そしてね、お肉に味がしっかり染みてますね。このお肉の旨味が移ったソースがすっごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のスペアリブのポイントです。まずお肉の骨の横の部分に浅く切れ込みを入れてください。そうすることで味が染み込みやすくなるのと、あとは食べる時にね、すごく食べやすくなります。そしてまずはじめにお肉にね、下味をつけるんですが、今回はマジックソルトを使用してます。もしマジックソルトの用意がない場合は、こちらは塩コショウを使っていただいても OK です。マジックソルトを使っていただくと、いろんなね、ハーブ類も入ってますので、お店のような味に仕上がります。そしてその後ですね、まずお肉に焼き色をつけてください。そうすることでお肉の旨味をギュッと閉じ込めることができます。今回私はね、だいたい4分ぐらい焼いてるんですが、こちらはお肉の大きさとか、あとはね、お肉の温度によってもね、焼き色が変わってくると思いますので、目安にしてみてください。あとはですね、お水、赤ワイン、そして合わせておいた調味料で煮込んでいくだけなので、すごく簡単です。調味料に関しましては、あらかじめ混ぜていただくと味ムラもなくね、美味しく仕上がります。煮込むときはですね、落とし蓋をして、そしてさらに蓋をして煮込むようにしてください。そして20分煮込み終わったら、落とし蓋を取って、そしてそのまま中火で煮詰めてください。その時にお肉は乾かないように、お鍋を揺すったり、あとは上にソースをかけながらね、煮込んでいただけたらと思います。そして今回のソースなんですが、甘さは蜂蜜でつけてます。蜂蜜で甘さをつけていただくことで、とてもコクのある味わい深い仕上がりになります。ただですね、蜂蜜がダメな場合は、こちらはお砂糖で代用してください。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はスペアリブを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。